さらわれた妹を探すため大海原へ旅立ったリンク。世界は悪しき力によって闇に包まれようとしていた。伝説の力トライフォースをめぐる壮大な冒険が始まる。2002年ゲームキューブソフトとして発売されたゼルダの伝説風のタクトが11年の時を経て Wii U で登場。 Wii U ならではの機能で冒険が新しく生まれ変わります。温かみのあるグラフィック、 Wii U ならではの高画質で大画面でも精細かつ色鮮やかに描画。光と影、空間の広がりや空気感などを表現することでアニメーションタッチの世界に温かみが加わりました。 Wii U ゲームパッドが生み出す新しい遊び、ジャイロ機能を使った謎解きや探索、サブ画面としてプレイしながらのマップ確認ができ、宝のマップを見ながら海底に眠るお宝探しをすることもできます。またアイテムの整理も見やすく簡単になりました。もちろん Wii U ゲームパッドだけで遊ぶことも可能です。海でつながるミーバース、風のタクトの世界からそのままミーバースを楽しむことができます。メッセージを入力し、メッセージボトルを海に流す感覚でミーバースに投稿すると、他のプレイヤーが遊ぶ風のタクトの海岸に流れ着きます。メッセージはテキストだけでなく、手書きメッセージや写し絵の箱で撮影した写真を添付できるので、他のプレイヤーと情報を交換しながらゲームを進めることができます。快適にスムーズに広大な海をスピーディーに行き来できるよう、船の速度をゲームキューブ版の2倍にしたり、ストーリー後半の収集イベントを大幅に簡略化するなど、ストーリーへの没入感を途切れさせません。たくさんのやり込み要素、ゲームキューブ版同様、たくさんのサイドストーリーやサブイベント、ミニゲームが世界の各地に散りばめられており、寄り道や探索も楽しめる遊び応えのあるボリュームになっています。隠された世界の謎、人々との出会いと別れ、大海原の先でリンクを待っているのはまだ見たことのない大冒険。世界中の島々を巡る壮大な旅が Wii U で色鮮やかによみがえる。Wii U ゼルダの伝説風のタクト HD。